シグレット解放区の酒井です。本日は、チェーンの裏側のミッションのドライブシャフトのホイールシールの、交換の仕方ということで質問がありましたので、ざっくりになってしまうんですけど、口頭で、ちょっとこんな感じでこんな感じでということで喋りたいと思います。ミッションのここの多分質問の内容はここのオイルシールだと思うんですよね。ここの大きなこのネジは逆ネジなので、とりあえず気をつけてください。ここ今オイルシールついてないんですけど、ここのオイルシールがダメだとオイル漏れてくるんですよ。で、ストップじゃないですけど、これですね、このオイルよく見るやつですよね。このオイルシールがここについてて、このオイルシールを交換の仕方をという質問がありましたので、ちょっと取り外しっていう動画、再生リストに入ってますので、その取り外しっていう動画を見てもらえれば、よっぽどここまでのアクセス、ここまでこの状態、交換自体は簡単で外してつければいいだけなんですけど、これこうついてるんで、ここ外してもらってまた新しいものをつければ良いんですが、ここまでバラすのがちょっと大変かなと思って、それをちょっと説明してきますね。ちょっとこれもう一回つけます。この大きなネジは逆ネジなんで注意してくださいね。はい。で、まずですね、この状態としてはここにプライマリーカバーがガバッとついてるんですよ。で、まずシートを外していただいて、シートを外した後にバッテリー外していただいて、でバッテリー外した後、オイルタンクも外さないといけないですね。外さなくてもやれるかもしれないですけど、オイルタンクについてはちょっと外した方がやりやすいところです。かなり大きな作業になるんで。で、こんな感じですね。こんな感じでついてて、ここにオイル、ここの上にオイルタンクがあって、オイルタンクは、バッテリー外してオイルタンク外していただいたら、その後ここにセルモーターがついてます。このセルモーターを外して、でもちろんここにはプライマリーカバー、表のカバーがありますので、こういうふうについてますので、これを外していただいて、でセルモーター外した状態で、今ここ多分クラッチがついてますから、クラッチコンペンセーター、こちらのエンジンの方ですね、がついてますので、クラッチを外していただいて、クラッチの中ですね、クラッチ板を外していただいて、でコンペンス、こっちにコンペンセーターついてますので、ここを緩めていただいて、クラッチのハブプーラーで緩めていただいて、全体を引き抜かないといけないんですよ。両方こういう風に片一方チェーンでここつながってますので、チェーンがつながっているので、そのコンペンセーターとそのクラッチのハブを両方同時に引き抜くっていう感じですね。それを引き抜くことができたら、このインナープライマリーカバーっていうんですか、これをここのネジ、こういったところについてるネジを外して、これを外せばここのアクセスができますね。ここまで。しかしここにはチェーン、タイヤとチェーンがつながっているんで、チェーンも外さないといけないです。だいたいざっくりこんな感じなんですけど、取り外しのちょっと動画を見てもらえばもうちょっと詳しく分かると思う。ざっくり言葉で言えばこんな感じですね。あとここの
この辺もちょっと何でしたっけ、これ何て言うんでしたっけソレノイド、ソレノイドも外さないといけないですね。はい、ちょっといろいろ大変かと思いますが、まあざっくり言葉で言うならばシートを外してバッテリーを外してオイルタンクを外してその後セルモーターですか。そのオイルタンクを外さないとセルモーターが外れないのでセルモーターを外して、でプライマリーのカバーを外して、でプライマリーの中クラッチコンペンセーターチェーンその辺を全体を外して初めてこのインナープライマリーが取れるということですね。で必要な工具としてはまずこのコンペンセーター、こっちがエンジンですね。エンジン側のこのコンペンセーターがかなり硬いのでインパクト、まあエアコンプレッサーは必要になってくると思います。あとここのクラッチのハブ、これプーラーが必要になってくると思うんですよ。まあそのプーラーの作り方も動画でありますので、あとまあこのユニバーサルのこの爪ガポッて運んでガッて抜くあれでも抜けると思います。あと特殊な工具としてはここですね。この大きなナットを回すのにちょっと特殊というかですね、あの長いソケットが必要です。これぐらいの長いソケットですね。ちょっと持ってきます。ちょっと待ってください。ごめんなさい、これですね。これがちょっとまあ特殊な工具といえば特殊な工具、長いやつですね。でまあここをアクセスしてこれを取れば、まあこのオイルシールを交換できるっていうことですよね。だいたいこれぐらいになるんですけど、あとまあそうですね、特殊な工具、まああとここのここですか、これがちょっと取りづらいかもしれないですね。この辺のソレノイドとの関係でここはちょっと注意した方がいいかもしれないです。であとそうだそうだ、ここの後ろにもしかしたらこうインナープライマルの後ろ側にホースが、オイルのホースがついてるんで取れないなって言った時このホースがもしかしたらついてるかもしれないですね。2つありますね、こことここですか。でまあ、セルモーターを取り外すのがちょっと難航すると思いますので、そこを注意して作業していただければ良いかと思います。はい、ちょっとあんまりうまいこと伝えれなかったかもしれないですが、本日は質問いただいたのでちょっと口頭で説明しました。もしわからないことあればまたコメント等いただければまたできる限りでお答えさせていただきますので、はい、本日の雑談終わります。ありがとうございました。